けるじゃないですか。だから早くね、早く下ろすんだけど、もう止めるの。うん。この早く下ろすのにこうなっちゃダメなんで、軽い重量だからこそできる。この早く下ろして、これ、この加速をつけるんですよね。この重り以上に加速を、下ろすときの重りの加速度を与えることによって、5キロ以上の、負荷をね、腕に与えると。そして止める。で、こうなっちゃダメなんで、しっかりその収縮のピッチで、下にね、これ。で、止める。で、投げる。投げる。これマジやな。5キロだけど10回ぐらいしかできないよ。で、常に筋肉いい。下に打ちつけるよ。で、それ高いこのダンベルも高かったよ、5000円とずるよ、これ。投げる。すぐ上げる。下に打ちつけて、すぐ。下に打ちつけて、すぐ上げる。下に打ちつけて、すぐ上げる。ああ。うわ。やばい。うわ。普段、バーベルカーで、30から40キロぐらい、重いときは上げるんですけど。5キロでもね、はい、もうすごいです。めっちゃパンパンになりますから、はい、パン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 上がっちゃうんで、こうやって、まあこれもいいんですけどね、20回とか高回数やるときにでもこれもポイントがあって、ただ上に上げるというよりも下、まあさっき言ったこのゆっくりゆっくり下ろすっていうのもいいんですけど、下にね、こうやって戻すときにこっちダーンってなっちゃダメなんですけど、それを受け止める、下に来る圧力を。最大にね、もうすげえ最大力、最大の力を発揮して受け止めると、すぐ上げる。受け止めてすぐ上げる。めっちゃパンプします。もう1回しかやってないですけど、すごい入るんで。はい、ということで、まあ自宅でできるね、ちょっとしたポイントになりました。まあおさらいすると、まあその収縮の軌道をしっかり見て、しっかり収縮されてるか、そしてどこを使ってるか、目で見て、そして手で触って、いい理解すると、筋肉の言葉を。そしてあとは、重りが軽い人は、まあさらに上げてるだけと、その重りを上げてるだけなんで、その加速をね、意識して、下に打ちつける。加速まで、あれも5キロなんか来てもうたのに、これ加速とその持ってるその重量プラスアルファすることで5キロが10キロにも20キロも感じるんで、でそれを受け止める意識と最大パワーを受け止めて、そこでね食い止めると、それに負けてガーッとなったら意味なので、あとダンベルターンよ、あったら受け止めてあげる。